タラワ。タラワは、アメリカ海軍の SX 級航空母艦。艦名は、太平洋戦争の激戦地タラワ艦賞。タラワの戦いにちなむ。タラワは1944年3月1日、バージニア州ポーツマスのノーホーク海軍造船所で、飛行する。1945年5月12日、ジュリアン・シー・スミス夫人、タラワの戦いで、 第二海兵士団を指揮したジュリアン・シー・スミス海兵隊中将の妻によって命名、浸水し、1945年12月8日、アルビニンガソル・マルストロム艦長の指揮下収益する。収益後は1946年2月15日まで、ノーフォークに泊まった後キューバのグアンタノモワン近くに成長公開を行い、ノーフォークには4月16日に帰還する。 その後ニューヨークを訪れ4月30日に再びノーホークに帰還する。6月末まで成長公開後のオーバーホールを行い6月28日にハンプトンローズを出港、西海岸に向かう。パナマ運河を7月初めに通過し、15日にカリフォルニア州サンディエゴに到着する。訓練及び調整後、タラワはサンディエゴを出港、西太平洋へ配備となる。 8月7日に、新珠湾に到着、その後も西へと向かう。8月20日サイパンに到着し、9月後半まで、マリアナ諸島近海で活動した後日本へと向かう。9月28日に、横須賀に到着、10月3日まで停泊した後佐世保に向かい10月7日から11日まで停泊する。その後中国の北部海岸に向かい15日に、タオ近海に到着。 同水域で30日まで活動した後、マリアナ諸島に向かう。11月7日にサイパンに到着、マリアナ海域で作戦活動に従事する。1947年1月に沖縄へ短期間の訪問を行った後、14日にグアム島を出港し、真珠湾へ向かう。1月24日に真珠湾に到着し、2月18日まで、 ハワイ水域で活動後クエゼリン干渉へ向かう。第57機動部隊の1ユニットとしてタラワは3月前半まで第38機動部隊の空母に対する攻撃演習に参加した。3月11日に新珠湾へ帰還し、その後再海岸に向かい4月29日にサンフランシスコに到着す。る。サンフランシスコ及びサンディエゴからの16ヶ月以上に渡る。 航空作戦に従事した後、タラワは1948年9月28日にサンディエゴを出港し世界巡航を行う。10月第2週の終わりに、真珠湾に帰港。続いて、最初の帰港地中国のチンタオに10月29日到着する。チンタオでは5週間にわたって停泊し、12月の初めに香港及びシンガポールへ向かう。 シンガポールを12月23日に出港し、新しい独立国のセ論ロンへ向かい、首都のコロンボに12月29日到着する。同地を1949年1月2日に出港し、ペルシャ湾でバーレーンとジェッターを訪問、その後スエズ運河を1月20日、21日に通過する。タラワは、ギリシア、トルコ及び、クレタ島への航海を継続した。2月8日に、 地中海を横断し、ジブラルタルに12日、13日停泊する。続いて、大西洋を横断し、2月21日に、ノーホークに寄港した。その後、初夏まで、東海岸沿い及び、カリブ海の水域で、通常任務に従事した。不活性化オーバーホールの後にタラワは1949年6月30日に、予備役となり、大西洋予備役艦隊入りする。 タラワの予備役は18ヶ月ほど続いたが、朝鮮戦争が始まると1950年11月30日に最終役の決定がなされる。1951年2月3日にタラワは、ロードアイランド州、ニューポートで JH グリフィン艦長の帰化最終役した。朝鮮戦争のため最終役したものの、タラワは実戦参加することはなかった。より正確に言うと、 タラワは戦地に派遣された空母に代わって、第6艦隊及び第2艦隊に配属された。1952年10月1日に艦首変更がなされ、攻撃空母となる。1954年春には朝鮮半島水域に到着するが、1953年7月に休戦協定が結ばれていたため実戦を経験することはなかった。 タラワは1954年9月に東海岸へ帰還し、通常任務を再開した。12月に対戦水管作戦支援空母への転換及び、オーバーホールのためボストン海軍造船所に入居する。転換のための回収作業中の1955年1月10日に、艦種変更が行われ、分類番号は CVS-40 となった。 転換作業はその夏完了し、成長後にタラワは、ロードアイランド州クオンセットポイントを拠点とて、作戦活動を行い、対戦水艦線航空団を指揮しながら、訓練を行った。その秋に、対戦水艦攻撃第4グループとの演習に参加し、その後クオンセットポイントに帰還すると、翌年春の演習準備を行った。 1958年8月から9月の間に、タラワは海軍第88任務部隊の一部としてアーガス作戦に参加した。同作戦は高高度大気圏での核実験であった。タラワはその経歴の残りを大西洋艦隊所属で過ごした。クオンセットポイント及びノーフォークから東海岸で活動し、しばしばカリブ海水域で演習を行った。 その後のタラワの任務は概ね大西洋艦隊のためのパイロット訓練と、ますます増大するソ連潜水艦の脅威に対する偵察任務が占めることとなった。タラワは収益した時期が遅いために改装工事の時期を意し、ほとんど原型のまま早くも1960年5月に退役してペンシルベニア州フィラデルフィアで予備役艦隊入りした。 保管中の1961年5月に艦種変更されて航空機輸送艦となったが、現役に復帰することなく、エセックス級としては3番目の1967年6月1日に除籍された。艦隊は1968年10月3日にスクラップとしてメリーランド州ボルティモアのボストンメタルズ株式会社に売却された。楽しくご覧になりましたら、 購読と良いです。クリックしてください。